こんにちは。こんにちは。キュアでアシスタントのミレイです。はい。はい。今回はザ・枕をご視聴いただいたお客様から嬉しいお声をいただいたのでご紹介したいと思います。はい。はい、カウンセラー、女性の方からです。ザ・枕を知ったきっかけを教えてください。はい。SNS を見て、予想です。ツイッターとかですかね。ツイッター、インスタ、フェイスブック。はい。はい。ザ・枕を使うまでにあったお悩みは、首の慢性的な凝りや痛みから来る吐き気、ザ・枕を購入した決め手は何ですか？超人気整体師の方が考案されたことと、タオル枕の本を買って実際に2週間ほど使って効果を感じたので購入を決めました。すごいですね。タオル枕のタオル枕ご存知なんですね、うん、はい、タオル枕は、タオル枕って言って、枕じゃなくても、はい、ケアはできますよっていうことで、うん、お伝えしてたケア方法があるんですね。はい。はい、バスタオルサイズ。はいはい。バスタオルっていうのかな、うん、60センチ幅くらいのタオルを3枚用意して、はいはい、くるくるっと巻いて、はい、同じようなこの形状を作ってあげるんですよ。ああ、なるほど。背中を支えて、はい、頭を支えられるような形状を作ってあげる。はい、そうするとこのケアまでは至らないにしても、うん、ケアできるよっていう自宅でできる簡単方法、うん、はいはいはい、簡単な方法を、はい、ご紹介してるんですね。はい、はい、それをまずはご自身で試していただいたという方ですよね、うんうんうん、そうなんですね、うん、この方法もねありだと思います。はい、はい、この方やっぱかわいそうで、うん、吐き気まで出ちゃうね、え、我慢性的な凝りと痛みからくる吐き気っていうのはよっぽどですね。結構にでもいらっしゃるんですよ。はい、そうなんですか。はい、辛い人はね。痛くてどこまで言うかですけど、うん、看護師さんですぐに頭痛が出ちゃうとか、はいはい、吐き気が出ちゃうっていう方が結構いて、はい、看護師さんってここにメインカードをかけてたりとか、はいはい、この辺に辺刺してるりするんですか。そうですね。はい、辺一本刺すと、この重さで、嘘。肩に来て、辛いですっていう。若いんですよ、しかも。20代の。はい。はいはい、ああ、そうなんですか。もう本当に忙しくて、うん、肩こりひどいと、うん、ちょっと痛い方もあります。で、多分同じぐらいの方なのかな、うん、カウンセラー。カウンセラーって書いてますけどね。はい。いろいろ精神的な、こう聞き役ですからね。ああ、そっか、そう、いろいろありますよ、いろいろあるかもしれないですね。うん、そうですよね。そっか、はい。はい。ザ・枕を使って良かった感想をお聞かせください。はい。首の凝りが軽減して、吐き気まで起こることがなくなったことが一番嬉しいです。そうですね。はい。また、整体院に通う回数も激変しました。うん。うん、相当行ってたんですね。めちゃ、はい、行ってました、ね。全体しながら。いらないよってなっちゃう。いらないよってなっちゃう。そうなんだ。よかったですね、改善されて。うん。うん、はい。さあ、枕を使ってみて、どのような体の変化があったか教えてください。はい。首の痛みが軽くなったことと、うん、朝の首のこわばりがなくなりました。うん。他の枕とザ・枕の違いは何ですか？人間工学に合わせて作られた製品で、今までの首のアーチを無理やり支える枕とは全く違うところが斬新で素晴らしいと思いました。うん、はいはい。そうです。ですね、うん、はい、まあ、ちょっとこうアプローチ方法が違って、はい、学術的に、論理的にこう作っていくっていうものではなくて、うん、まあ、もともとこれのね、現場、はい、誕生した現場は、はい、臨床経験、臨床の場、臨床、はい、整体院で、うん、施術の補助アイテムとして、うんうん、まあ、誕生した経緯も実はあるので、はい、はい、いろんなそのお客様の体の変化を事例として出てきているものなので、うん、体感はやっぱしていただきやすいのかなと思いますね。何よりもね、吐き気が伴うぐらいの辛い、はい、生活されてた方が、うん、吐き気もね、なく、首の痛みが軽減してきているというのは非常にいいなと思いま、ね、そうですね。はい、首の痛みが軽くなって、こわばりがなくなったっていう、うん、まあ、やっぱり緊張状態ってことですよね、ずっと寝てる間。う
そうなんでしょうね、うんうん、はい、寝てる間もそうですし、多分起きてる時も、あ、起きてる時ももうガチガチになると思います。あ、辛い、絶対辛いですよね。斬新で素晴らしいと思いましたということなんで、うん、全く今までの枕とは違うっていう、ね、キュアレの独自の枕を、はい、使っていただいたということで、まずはね、ここでもあったように、はい、あの、タオル枕、はい、タオルを使ったもので試してみるっていうのもいいと思いますね。うん、はい、試されてから買われたんで、まあ、いいお買い物だったのかなと思います。慎重にね、多分されてたと思うので、うんうん、はい、はい、うん、ありました。相当悩んでたんですけど、いろいろ調べられて、はい、はい、うん、あの、こういうのを決めていただけたのかなと思って、はい、はい、うん、やっぱりチェックしてる方はチェックしてます ね。SNS とかね、ありますので、はい、あれですよね、もちろん QR の公式の SNS というか、なんかこうお伝えしている、まあ、ホームページもあれですけど、あるんですよね。そうですね、うん、はい、Twitter とか、うん、いろいろあるんですね。まあ、この動画もそうですよね。あ、そうですね。はい。ぜひ、ぜひご参考に。有益な情報を発信していきたいと思いますので。はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。直前になりましたが、はい、参考してもらえたらと思います。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。